はいどうも、水木庵です。本日のサブチャンネル、1本目の、動画になるんですけれども、最近なんかね、あのエラテンさんと、まあ、幸福の科学の大川隆法先生の、まあ、長男のひろしさんの、この2人がですね、YouTube の広告がつかないんだけどみたいな動画を上げていたんですね。まあ、ここ最近の、まあ、動画で広告がついていないみたいで、でまあそのまあ、N 国絡みじゃないのかみたいな感じの、まあ、噂はされているんですけど、まあ、これね、あの僕はっきり言うと N 国絡みではないと思ってます。でなんでなのかっていうと、まあ、こういうこのなんか広告がねすぐつかない騒ぎみたいなのをちょうどこう 1,2 年ぐらい前に、まあ、これいろんな YouTuber の中であったんですよ。実はこれあったんですよね。でなんでその広告がつかないのかっていうと、単純にね、あの Google のこうシステムアップデートであったりとかで、今年のこう12月の10日かな、確かあの Google のこうシステムの改変であったりとかで、最近その Google 自体が、まあ、その政治系のこう広告のそのアルゴリズムみたいなのを変更したりとか、まあ、してるのもあるんですよ。だ実際問題だからね、 Google のこうシステムがアップデートされたりとか変更される時って YouTube の中でちょっとおかしく、まあ、なったりとかするんですよね。で、まあ、どういう話なのかっていうと、要するにね、まあ、最近その動画の再生数も反映がちょっと遅いんですよ。だ多分だからこう Google というか YouTube の中で、まあ、多分システムをだから大幅に、まあ、いじったりとか、まあ、してたりとかしてて、でまあその余波で、まあ、その各、まあ、YouTuber、まあ、いろんな YouTuber の人の、まあ、広告反映みたいなのがちょっと遅れているような感じだと思います。一応まあ多分申請出せば広告つくような感じにはなると思うので、まあ、その広告がついていない方とかは、まあ、一応黄色マークがついている方とかね、一度まあその手動でこう申請出せるので、その申請をね、まあ、絶対やっといた方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、大体ね、まあ、Google というか YouTube 自体がね、まあ、それこそ四半期に1回ぐらいこう大きなアップデートがあったりとか、システムの改変があったりとか、アルゴリズムの変更があったりとかするんで、まあ、そういう時ってね、再生数の反映がちょっと遅れていたりとかで、あと例えば、まあ、その Google のこう AdSense の方のデータの反映が遅くなったりとか、まあ、何かしらあるんですよ、予兆みたいなのが。でまあ結構ね、まあ、そのネット上に転がってる、まあ、その YouTube 陰謀論みたいなのって、本当にこれ検証してみたりとかするとほとんど嘘だったりとか、まあ、したりするんですよね。だそういうだからこう嘘が蔓延してね、で、まあ、デマばっかりにこうなっちゃうのも良くないなと思うので、まあ、長い間、まあ、YouTube やってきた、まあ、僕自身で、そして、まあ、ある意味ね、まあ、今、まあ、広告代理店やってる人間として、まあ、その辺は話をさせてもらえたらなというふうに思っております。以上、水木庵でした。本日の動画ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。